野です。またき、シルク、マサイ。さあ、本日はですね、はい、私、インダホンから、神田は。ねんねん。もう一回言われた。ねんねん。ねんねん。まだ雨ぞと。まだ雨ぞと。私、インダホンからご報告がございます。はい。はい、なんとですね、はい、私、イクメンオブザイヤー2021に受賞しました。おめでとう。イクメンの賞をいただきました。すげえな。ねえ、もらってるの。すごいよ。そう、10月19日が、うん、父さん育児の日っていうのに認定されてて。あ、父さん育児ね。そうそう、で10月19日にそのイクメンオブザイヤーっていうのがやってて、うん、なんと受賞させていただくという。身内で出ると思うんかさ、うん、確かにね、なんかイクメンって言われてる人はいるかもしれないけど、オブザイヤーに入る人は、そう、ね、俺オブザイヤーだよ。そうなんだよね、現にね、なんかクリエイターから一人しか選ばれない、ね、そうそうそう、近くで見てる身としては、まあイクメンには入るだろうなっていうお世話っぷりはしてるかなと思うけど、まあでもほら、お風呂に入れてから撮影に来るとかさ、絵本が好きなんでしょ。そう、絵本大好き、家にある絵本の内容、大体もう全部覚えてるらしい。あ、もう本当に見させて、全部覚えてる。すごいよね。だからやっぱ、うん、まあ、経験値出てるから。まさにイクメンって言葉なんだろう。知らねえよ。そうね、昨日も一回聞いたんだよ。まさにイクメンって言葉知ってる。俺、イクメンオブザイヤーの存在を知ってて、どんな内容かも分かってんだけど、イクメンっていうその略が分かんない。あー、中身が分からない。なんかの略なのは分かるんだけどってこと。そう、だから勝手に俺、育児メンツだと思ってた。育児メンツ。そう、昨日の会みたいな、集団でするやつだな。育児メンツ、誰にこれ育児メンツみたいな。まあまあまあ、パパが選ばれるじゃん。育児メンだとなんかおかしい。育児メンメンマンマン。そんな感じで、授賞式みたいなのも呼んでいただいて、そう、なんかパパスピーチのコンテストみたいなのがあったの。あ、そうなんだ。そう、それの審査員もやらせていただいたりとか。へぇ、そんな感じでいろいろちょっと会場でやってる姿をちょっと動画撮ってきたんで、ちょっとご覧ください。はい。まあ、君たちはご覧できません。はい。セイキンさん、カジサックさんに続き僕がいただけるということで、すごい本当に光栄で、家族みんなですごいこの賞をいただけるって聞いた時に本当に喜びました。家庭だったりとか子育てだったりとかも、その動画を通して、僕らから発信して、いろんな仕事でも育児ができるんだぞっていうことを僕の方から伝えられたらなと思います。いや、本当に嬉しいです。この盾と一緒に帰ったら家族で一緒に写真を撮りたいと思います。今日はありがとうございました。高野さん、おめでとうございます。どうぞ拍手をお送りください。いかがでしたでしょうか。いや、うん、堂々としてたね。顔は堂々としてない。おう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 。何が堂々としてるって、お前がダントツで体がでかいことで。あ、まあそうです。そう、びっくりしたのは、ね、そう、やっぱ現場にいろんなこう著名人の方が来てくださって、はい、そのラミレスさんがいた。はいはいはい。俺もすっごい興奮してて、はい、あのラミレスさんが現場にいるぞと。一緒に写真撮ってくださいって写真撮ってもらったんだけど、俺の方がでかくねと思って。サイズ的な問題で。すごいよね。びっくりしちゃった。いやー、すごいよ。さすがに筋肉とかね、球の面で見たら。まあね、そりゃ、うん、そう、イクメンオブザイヤーの、まあそれだけ聞くと、なんでパパだけ祝うんだみたいな方ももしかしたらきっといると思う。そのママ側の意見って、うん、もちろんね、そのママが頑張ってくれてパパがいるっていう賞なんだけど、そう、うん、そう、なんかその側面的には育児休暇をしっかり取りましょうよっていうところでもある。あ、そうなんだ。そうそうそう、法律で取れるようになってきた。ああ、そうだね。だから、こう、育児休暇もあるし、これから皆さんパパ頑張れますよっていうやつ。ああ、そういうことね。そう。ということで、コダホ君とツモさん来てくれました。はい、はい、奥にいますね。ねえ、どっち行っちゃうんだ。この家自由にしとき。うん、ほんとマジでイクメンオブザイヤーありがとうございます。ねえ、嬉しいね。君のおかげでパパになれたんだからね。おめでとうございます。それ元気も。あ、できたできた。そう、こういう、おぉ臨場感。元木からもらった資格ずーっと持ってる。あら、ね、持ってんだ。三角どこやったの。三角はね、ブームじゃないの。あ、そうなの。四角がブーム。四角が好きなんだ。ねえ、今まで動画で言ってなかったんだけど、妻もが、もともと幼稚園の先生で、はいはい、そう、君たちは知ってるじゃん。まあそうだな。そう、けど動画で言うの初めてだから、そう、そういうのもあって、教育だったりとか、育児だったりっていうの結構詳しいから、うん、俺も教えてもらいながら手取り足取り頑張ってました、一緒に。へぇ。いや、けどやっぱそんなにご飯とか、まあね、まあ授乳は俺できないから。いや、いけるって。いや、違う、いけるって。いけそう。あのね、女の子に言われた。いけるよ。いや、出せんなら出したいと思ったけど、それができないからね。何でか分かんないもん
な。そうなんだよな。な。ね、そうですね。そうですね。いらっしゃいませ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 。笑ってる。ブルブル。ブルブル。ネジネジブルブル。笑ってる。ブルブル。元気だな。ネジなんだ。ブルブル。できてました？育児。うん。おお。観光された気分。おなんか嬉しいわ。そうなりました。マジで。ねえ、あ、うまい。片方からの拍手が来ました。お前、分かってんね。真ん中で。真ん中で。顔くしゃくしゃになってる。あーあーあーどう？いや、俺、個人で、ナホとして賞もらうの多分初めてなんだよね。おーすごい、かっこいい。これ家にあるの確かにいいな。そうなの、初めてこんな立派な光栄な賞いただいて、絶対いいパパなんだろうなって分かる、ね、証明だよ。いやまあ何、いいのか悪いのか分かんないけどさ、うん、自粛期間が多かったもん。そうだね、密接に子育てに関われたのが、うん、自分の中でもかなり大きかった。あーそうだね、なんか各家庭でもそう言ってるお父さんが結構いるかも。そうだよね、いやそうだと思う。全国のママだったりとかさ、そうだね、頑張ってんだなと思う。ママ頑張ってるよね。そう、ここでですね、君にプレゼントが。おお、妻はネックレスとか指輪とかよりも食べ物が好きなの。へえ、花より団子なんだよな。はい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 、そうなの。そうなの、大きくうなずいてますよ。似てるね。そうなの、いい景色ももちろん見せたかったりとかするけど、甘いもの大好きなの。へえ、なんで浅草の船の羊羹を差し上げます。へえ、やばい、めっちゃやばい、めちゃめちゃやばい。そうなんだ。そう、一番好きな、たまに買って帰るの。あーそうだね、あれが好き。あ、そうだったんだ。そうなんだよ。スマホが頑張ってる時に買ってるやつ。おお。そう、今日も記念だからいっぱい買ってきました。いいね、やった、やった。おお、なんだ、嘘だろお前。手紙を書いてきた。誰か言った？言ってない言ってない言ってない。お前分かってんね。分かってんねってのもある。いや怖いな、マジで本当に。ちょっと心がキュンってなった今。うわちょっとやめてやめてやめて。待って、ちょっとさ、そういうのやめようよ。ちょっと泣けてきちゃう。やばいな。パパへ、イクメンオブザイヤー受賞おめでとう。この1年、父として母としてお互い支え合いながら生活してきたね。息子も元気いっぱい育ってくれているね。パパはどんなに忙しくても寝る気なくても息子と私を気にかけて連絡してくれて、帰ったらすぐに抱っこして二人幸せそうに笑い合っている姿印象強いです。そんな二人を見ているのが私の幸せでもあるよ。息子のためにできること、私のためにできることを見つけて覚えてやってくれるようになったね。時間ができた時、休みなって言ってるのに家族で遊ぶ、散歩に行くって言ってみんなの時間を本当に大事にしてくれているのが日々伝わっているよ。息子はそんなパパが大好きだし、私は毎日楽しく生活できています。幸せな家庭をありがとう。これからも長い人生を共によろしくね。ラブ見てねとか出る。お、助かっていることってのが書いてある。おお。1、お風呂。息子が来るまでのんびり一人で入れてゆったりできる時間を作ってくれて感謝。2、歯磨き。初めての歯磨きからパパの担当。最初は泣いていたけど今は自分からゴロンして口開けて流してくれるね。おお。慣れてきたのか。最初すごかったんだよ。まあだろうな、口に何か入るってね。自分の意思じゃなくて入るの怖いし、ね、今ではもう磨いてって感じだな。もうなんか出ないな。3、遊び。とにかく思いっきり笑わせてくれる。息子もゲラゲラ、ついでに私もゲラゲラ。4、朝ごはん。朝食べさせてくれてる間ゆっくり大人の朝ごはんを作れる。その料理の時間2人を見ながら用意できるのが好き。以上です。そしてね、もう1枚入ってたの。うん、初めてのお絵かきが入ってました。いやーこれやばいね。パパの顔描いたんかね。ほほほほ、すごい。はい、絵描いてくれました。かわいい。初めてのお絵かきか。上手に使えたね。いや、あんま動画だから真似なきたくないんだけどさ、いい涙はいいんじゃない。いやマジですごいよこれは。いやいいね。ねありがとうね、絵描いてやったね。このちゃん上手だよ。笑ってる。いやすげえわ、ね、ありがとう。羊羹もう一個買ってくるわ。そんないいだろ。ねえ、書いてくれたの無理で。お絵かきしたかった。ありがとう。
真っすよ。これと一緒に飾っとくわ。いいじゃん。まあもちろんそんな環境を作ってくれたフィッシャーズのおかげで取れた賞なので、改めてありがとうございます。いえいえ、おめでとうございます。おめでとう。よく頑張りました。っていう動画でした。一番あれなのがこいつオフ顔になってんだ。後半何も喋ってないんだよ。そうだね。オフの顔になってんのよ。平和な家庭をそっと見てない。あ、そうだね。もうおじさんポジションになってる。動画見てくれてありがとう。セカンドウィン、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、あい。